構不思議が多い学校だったんですよね。なんかそういうこうちょっと何なんだろうみたいなのとかから本当に物理的に変なのとかもあって、どうも島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回のゲスト、皆さんお待たせしました。松島初音さんです。あー、よろしくお願いします。ガラガラガラって、ガラガラガラって開いたんで。開いたんで。はい、こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。また出れて嬉しいです。いや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 、もう、待ってました、やっと来たっていう多分コメントがね、多分今回溢れると思うんですけども。本当ですか？なんか、総集編出していただいたじゃないですか。コメント書いたんですよ。総集編ありがとうございます、みたいな。この嘘つき女がみたいなコメントついて、本人のコメントに書くの草みたいな感じのやつついてて、本当にそれに関してはもう私が変わってもう本当に申し訳ありません。全然大丈夫です。もうね、ただ正しい気持ちでね、あの出ていただくのが一番なんですけど、ね、その他大多数のたくさんのいいコメントにまみれて、全然そんなの目に入りません。アウトに入っちゃうんですよ。いいコメントの後のね、一つなんかこうね、辛いコメントなんてそっちにね、ね、そうなってしまうのでね、はい、皆さん本当にあのどれ方もですね、いやいや、あの素晴らしい方ばかりなので、一つあったかい目で、はい、お願いいたします。あったかいコメントに支えられております。で、今回ですね、ちょっとあの、はい、こういったセットなんですけども、うん、実は、初音階段、はい、生配信出させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう本当に本当に本当にありがとうございます。出てくれませんかって言ってご快諾いただいて、いや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 、もう助かりました。出てくれませんか、スタジオも貸してもらえませんかっていう。全部おんぶに抱っこできませんか。スタッフの方々も大熊さんが聞くときもしたね。はい、まあでもその後に、うん、あのちょっと時間ね、ちょっとこう残っていただいて、はい、今撮影ということなので、ぜひ皆さん概要欄貼っておきますんで、はい、一応ね、あの松島初音さんのチャンネルもそうなんですけども、初音階段のアーカイブ、はい、あります。切り抜きもありますので、ぜひそちらもね、単発話だけで見たい方は見ていただいて、あのその後に付属する話とか本編をね見ていただければ全部保管できるようになってますので、ぜひ見てください。で、多分ですね、はい、あの今撮ってるのが今日2月の25日なんですけども、はい、これ配信になってる頃にはあの初音さんのですね、はい、まあ、チャンネル今登録者数が、はい、まあ、今現在4万6000人というすごい数なんですけども、はい、5万人をまずは目指しているという段階で、はい、まあ、もう5万人に到達しているかもしれませんしっていう、そうなんですよ、はい、微妙なラインしてますよね。してなかったらね、あのポチッと押しに行っていただけたら、そうそう、皆さんにこう広めていただきたい。ポチッと押してください。で、5万人やっぱこうね超えたら、やっぱりその記念してまたね、うん、何か生配信とかね、ぜひまたちょっとやりましょうよ。近くない？大丈夫？もうちょっと時を来ます。いやいや、全然僕は嬉しいですけど、なんかまた島田かーい！え、でも島田さんって本当に聞き上手だから、話しててね、いいんですよ、すごく。いや、本当に。この話があった、この話があったってあるんで。アーカイブでどこまで残るかわかりませんけど、はい、今回この話しようね、お互いにっていうふうに準備してたやつをこの人話さないんですよ。1ミリも話せなかった。俺が話した話に、あ、だったらこの話ありましてって言って、ことごとく僕の話を超えてく話を、どんどんしてって、結局、結構話したよねって言った時に、私まだあの話してないです。まだみたいな。それを5万人超えたら、やろうねっていう。今度こそその話が聞けるってことなので。そうですね。それ初披露なんでしょう。それはもうほとんどどこにも喋ったことない。ぜひぜひ皆さん。まあ5万人超えてるかもしれませんけどね。ぜひ。はい。ぜひチャンネル登録。お願いします、ね。グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、もう増えれば増えるほど嬉しいですよ。さあ。はい。じゃあちょっとお話。いいはい。いいですか、聞いても。あの、小学校の時の話をね、させていただこうと思うんですけど。はい、なんか結構小学校であの変な体験って結構私いろいろしてきたんですけど、特に印象に残ってるやつがあって、私やっぱこう今もねこういうタレントみたいな仕事をしてるんですけど、あの小学生の時は目立つのが結構好きで、うん、なんかあの勝手になんですけど学校であのラジオやってたんですよ。友達と一緒に。なんかその当時まだラジカセとかがあったんですけど、はい、友達2人とお互いにラジカセ持ち寄って、その友達ん家であの録音するんです
さあやってまいりました、うん、なんとかラジオみたいな感じで台本とかも2人で頑張って手書きでなんか作って、 でなんかクラスの人たちからあのお便りのハガキみたいなのをこう募集したりとかしてなんかテストでいい点が取れませんとか、お母さんに怒られましたとか、なんかそういうくだらないやつをこうもらって、さあ何々さんからいただきましたみたいなやって、で、今週かけるのはこの曲ですみたいな。で、そのテープを、みんなにこう渡して、渡してっていうか、こう交換こうやってか、こう回していって、聞いてもらってどうだったみたいなのやったりとかしてたんですよ。面白い、かわいいですね。そう、それをすごいなんかやってて、で、二人してそういうなんかラジオみたいなのとか、そういうのやるの好きで、で、いつもその、相手の M ちゃんとこの家で撮ってたんですけど、うん、なんかたまには学校で撮ろうっていう話になって、あ、いいねって言って、じゃあ学校に、一回家に帰った後、ラジカセ二人で持ち寄って撮り行こうって言って、うんうんうん、で、その日学校が終わって、で、一回、じゃあまた後でねって言って家帰って、で、ラジカセ持ってって二人でて、じゃあ用意って言って、その教室で、机くっつけて撮り始めて、うん、で、なんか、じゃあまず一つ目のお便りは Y ちゃんからですみたいな。感じでこうバーって言って、で、なんか最後曲かけて、じゃあ最後、今週の曲は輪になって踊ろうですみたいな感じで言って、じゃあまた来週も聴いてね、バイバーイ、カチャンみたいな感じで、うん。で、終わりまして、で、せっかく撮り終わったから、もうすぐ聴こうってなるんですよね、うん。で、その後に音楽とかはそのサンプリングみたいな感じで、録音し合ったりとかするんですけど、まず一旦この撮れたやつを聴こうみたいな。うん、キコキコ撮れてるかな、ちゃんと、みたいな。とか、ちょっと失敗してるところとかあるので、はいはい、それも何秒とかメモったりとかしてたんですよ。そう。なんか、一人が1、2、3とか数えながらとかだったんですけど。で、じゃあ早速聞いてみよう、つって。で、再生して、さあ始まりました、なんちゃらなんちゃらラジオ、みたいな。で、なんか、毎週聞いてくれてありがとう、みたいな。で、なんか、じゃあそれじゃあ大人気、お便りのコーナー参りましょう、って。で、じゃあまず1つ目は、Y ちゃんから、Y ちゃんって声が入ったんですよ。で、パッて、エミちゃんが止めて、え、今の何みたいな。もう全然、その、おじさんみたいな声で、ワイちゃんって、名前を、その、例えば、ゆうこちゃんから、ゆうこちゃんからのお手紙ですって言ったら、ゆうこちゃんって感じで声がボンって入ったんですよ。どう考えても二人の声ではないわけですよ、ね。じゃない。で、放課後で教室誰もいなくて二人きりで撮ってるから、で、そのバーンって止められて、今の聞こえた？え、なんだったの今みたいな。なんかちょっと止めちゃった怖くてみたいな感じで言われて、え、私なんか今、どっちかっていうとそのガシャンってやられた方がびっくりしちゃって、なんかちょっとよくわかんなかったみたいな。で、え、もう一回聞いてみようって言って、巻き戻して、じゃあまずは大人気のお便りのコーナー。まず1つ目は Y ちゃんからです。Y ちゃんって映えるんですよ。で、本当だみたいになって、何これ、誰の声みたいな。で、なんか間違って聞こえちゃってるっていうか、なんかその、ノイズがなんかそんな乗ってるのかな、でも、絶対人の声だよねみたいな、これやばいよみたいな感じで言って、うん、で、他にも声入ってるのかなってなって、うん、で、また再生してた。したら、もうずーっと私が喋ってるやつに、相槌を打ってくるんですよ。うんうん。とか、そうなんだ。とか、へぇー。で、すっごい入ってくるんですよ。で、もうここにいるみたい、この人、みたいな。だってもうずっと入ってるよ、これ。それじゃあ最後に聞いてください。輪になって踊ろう。知らねえ曲だな。ってなったんです。もうその瞬間に、もう、エムちゃんが、その取り出しってボタンを押して、手、ブワーってやって、こんなのダメだよって言って、これ、これもう、これ怖い怖いとかって言って、もうやめようって言って、もう私、どっちかってそっちの行動の方が怖くて。ヒステリーみたいな。そう、まあそうですね。そんなの取り出してうわーって言ってるから、なんか乗り移っちゃったのかなみたいな感じで、いいーってなって、私もう帰る。そしてそのラジカス持って、で帰って、なんかいつもだったら、その子のお兄ちゃんとかが、その音楽を入れてくれたりとか、そういうのやってくれたりとかしてたんですけど、なんかもう、それももう、お兄ちゃんもやってもらえないことになったから、って次の日言われて、うん、もうラジオやめよう、みたいな。って言われてもラジオやるのやめちゃったんですよ、それで。っていうことになって。すごくないですか？だから、いつもは、ね、お友達の家で撮ってたわけじゃないですか。そうなんですよ。学校で撮ったらそんなことになったわけですもんね。そう。結構、不思議が多い学校だったんですよね。へぇー。なんか、そういう、こう、ちょっと、何なんだろうみたいなのとかから、本当に物理的に変なのとかもあって、なんかまだ小学校1年生だった時に、
友達がこう牛乳こぼしちゃって、じゃあみんなでこう牛乳拭こうって言って、で、バーってそのなんか流し台のところ、流しにこう蛇口がバーって並んでるんですよ、8個ぐらい。で、みんなこう行って、その雑巾をこうやって洗おうとしたら、キュッて開けた瞬間に、なんかほんと髪の毛の束みたいなのが、ボボボボボって出てきたことがあって、で、もうなんか髪の毛となんかほんとちょっと吐砂物みたいなのがものすごい毛でボボボボボって出てきたんですよ。で、何これってなって、私がうわーって言ったら、男の子が隣でこう一緒に流してて、パーって見て、うわ、汚ねえお前、何それみたいなこと言われて、わかんないって言って、やだやだって言って、で、その隣の子のやつでとか、バーって洗って、で、もう雑巾もそれで流して、でもちょっと、全然髪の毛とか絡まっちゃって無理だったから、それを隠すようにして、なんか、呼吸に拭いたりとかして、でもずっとそっち側を表にしないようにして干したりとかして、で、やって、先生に、なんか蛇口が変なんですみたいな、その流し台のところからなんか変なのが出てきたんですって言ったら、あ、そう、じゃあ対応しとくねーみたいなって言われて、はい、次の日その私が使った水道が使用禁止みたいになってたんですよ、はい、でも私どこの水道って言ってないんですよ。8個ぐらい並んでる これですって言ってない、何番、何、左から何番目ですとかも言ってなくて、うん、なのに、それが使用禁止になったんですよ。なんで分かったのかが、謎じゃないですか。で、それ間違いなく髪の毛とか出てきてたんですよ、ね。そう、でもすっごい、なんかその、逆流もしないですよね。だってどういう原理かも分かんないですよ。本当に、もう、バタ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 みたいな感じで出てきて、もう、なんか、ん?なんかもう、ヘドロみたいな感じで、髪の毛と一緒に出てきて。考えちゃうのは、なんかもう、貯水タンク、に誰かがもう亡くなってて、なんかそれがもうドロドロ溶け出して、やめてくださいよって思っちゃうぐらい、だって水道から出てくるって。でも他の子水なんですよ、私のとこだけど。でもそれでなんか私言ってないのにそこだけ使用禁止だったんですよ。だからそれがもう本当どういうことって思って、そういうこと、いやいや分からないですけど、でもそこだけってのも不思議ですよね。そう、あ、もうなんかそういうのもあって、で、それは結構こう物理的に分かりやすいやつなんですけど、はいはいはい、なんか、まだあるんですけど、その小学校の時に。うん、私、だから目立ちたがり屋だから放送部になったんですよ。小学校6年生の時。ラジオもやってたからね。そう、でもラジオもやれなくなっちゃったから、で、6年生になって、5年生から放送部できるんですよ、確か、はい。で、5年生、6年生と放送部ずっとやってて、で、放送部の時って、お昼の放送ができるんですよ。で、お昼になりました、みたいな感じで、お昼のこう、ちょっと喋ったりとか、うん、あと、こういう行事がありますよってお知らせだったりとか、あと好きな曲をかけていいみたいな感じで、うん。で、毎回こう、なんか、曜日当番になるんですよね。何曜日は誰とかっていうのが決まるんですけど、5年生と6年生で組み合わせでみたいな。で、私たちが結構、私たちの放送が結構学校で人気みたいな感じだったので、うん、なんか、私の学年の、とか私のクラスだけに任されてたんですよ。で、私と、A ちゃんと2人の放送、いいんでやろうねみたいな感じになってて、うん、でいつも2人で CD 持ち寄ったりとかしてて、で今日も行こうぜみたいな感じで行って、で放送室そのどっちが先に着くかみたいな感じでバーって行くんですよ。で A ちゃんが先にこう着いて、じゃあやりましょう今日もってガチャって開けたら、うわーって言って、どうしたのってパーって覗き込んだら、放送室がめっちゃ綺麗になったんですよ、うん、でうわすっごい放送室超綺麗になってるみたいな、えすごい超新品じゃんみたいな、うん、やばーみたいな。で、放送室って、その大きい一つの、こう、木のコルクみたいな壁の部屋が二つに、こう、仕切られてて、で、ガラスがあって、いわゆる、こう、ラジオ収録する現場みたいな感じになってるんですよね。で、防音室みたいな感じになってて。もう、めっちゃそのガラスとかが、結構傷とかがあったのに、めっちゃピカピカになってて、うん、校庭がね、クリアに見えるみたいな。すごいみたいな感じで、言ってて、何これ何これみたいな。なんか、こんな、先生言ってよみたいな。で、テンション上がりまくりながら用意して、うん、で、したら、私が喋る側で、その A ちゃんが、こう、まあ、PA みたいな、音量上げたりとか、再生したりとかってやる側だったんですよね。こう、なんかディレクターみたいな立ち位置でやってたんですけど、その、私がこう、じゃあやりますかみたいな感じでやって、で、自分で用意してきた、こう、台本とか、こう、ポンって置いて、やってたら、A ちゃん、こう、ずっとこうやって、俺みたいな。すごい探してて、どうしたの、もう、始まるよみたいな感じで言ったら、いや、さ、いつもかけてる CD がないし、あと台本が、その、デフォルトの台本があるんですよ。そこに好きに喋っていいよの台本を私たちは載せてたんですけど、もともとその学校で決まってる文言みたいなのがあるんですよね。うんうんうん、その文言の書いてるやつがない。うん、
とかって言って、でも1枚だけこれがあって、これなんだろうって言ったら、なんか左上に昭和62年みたいな、何月何日って書いてあって、62年ってうちらが生まれた年じゃんみたいな、うちらが生まれた年の台本あるよみたいな、しかも超綺麗な状態みたいな感じで、いやでもそれ読めないでしょ、読めない読めないみたいな感じで言って、じゃあもう今日は適当にやるしかないね、いつもので覚えてるしみたいな、まあでももう時間もないからやろうって言って、で始めましょうって言って、でこの一応あの放送席みたいなところにもうカフがあるんですよ、マイクの音量をこう自分でカチャンって上げるとオンになって、あーあーあーって聞こえるみたいな、で喋らないと結構オフにして席払いうんうんってしたりとかできるこうカフシステムがある。で、あのじゃあ行きますよって言って、私たちはその音楽をバーって先にかけるんじゃなくて、さあ始まりましたって言ってなんか始めてたんですよ、だから私がもうあのってやられたら、もういきなりカフ上げて、さあ始まりましたって言ったんですよ、さあ始まりましたって言ったはずなのに、いきなりうーってなって、で、えってなるじゃないですか、で私の声で、みんな火事です逃げて逃げて火事だよ逃げてって私の声で言ってるんですよ、私喋ってないの、さあ始まりましえって感じだから、私喋ってないのに、もう完全に私の声で、でも二人して目見合わせて、これ何が鳴ってるのみたいな、で本当サイレンみたいなのでジリリ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 みたいな、でえどうしようどうしようどうしようって言って、これどうするって、その防音室だから、うんうん、それ越しに私の声も届かなくて、なんか どうするってその見合わせたら、その子が A ちゃんがって指さすんですよ、私の背中、私の背中があって校庭が見えるんですけど、何って振り返ったら、学校から子供たちがブワーって校庭に逃げてるんですよ、後ろこうやって見ながら、やばいやばいみたいな感じで、でこれ本当に火事なんじゃないのってなって、ガチャって防音室開けて、やばい火事なんだよって言って手繋いで、もう出ようって言ってガチャって開けたら、先生がいて、お前たちやっていいことってやっちゃいけないことあるだろって言われて、ふと気がつけばそのサイレンの音も鳴ってないし、ジリリリリも鳴ってなくて、え？ってなって、先生火事みたいですみたいな感じで言ったら、火事なんか起きてないよって、お前ら勝手にそういうの流したんだろって言われて、いや、流してないです。今日すごい変なんですよって。でも、あと、放送室がめっちゃ綺麗になってて、って言ったら、放送室は何も変わってないって言って、振り返ったら、いつものバッチリ放送室だったんですよ。へぇー。で、二人して、もう、って言って、今起こったこととか、そのみんなが外に出てってたんですよ、とか、言っても、全然そんな、なんか、だってな、実際じゃあ今外に誰か出てるのかって言ったら誰も出てなくて。出てなかったんですね。もうあの、職員室から先生たちがこうやって、その放送室が見えるんですけど、こうやって見てて怒ってるみたいな感じなんですよ、なんか何やってんだみたいな。でもそれであの放送委員クビになりまして、そう、そういう悪意あるいたずらをしたって。だからでも前例として小学校5年生から2年間やってて、そんなこと一回もやってないのにやるわけないじゃないですかって言っても、でも事実だからって言って、まあ、外に流れたわけですもんね。それで1年生とかやっぱ泣いちゃう子とかいて怖くて、とかだったからもう大変だったみたいなことを言って、っていうことがあったんですよね。それ完全に、まさに聞いてると、昭和62年っていう前の、まだ放送室が綺麗であった頃に、うん、なんか時空飛んでません？なんですけど、でもそこは火事になった経歴とかないと思うんですよね、小学校。62年に実際に火事があったわけじゃないんですか？だと思うんですよ。調べてないか分かんないですけど、私が在籍してた当時で45周年だったと思うんですよね、その学校が。うんうん、でだからその時から12年前にあったのかどうか、確かに、あ、いや、多分ない。なんかここで実際にあればね、そうですよね、それが全部繋がって、ごめんなさい、まあ階段としてなんかこう完成していくんですけど、まあね、それがこう点と点が繋がらないことがね、実は階段の良さだったりもするから、うん、別にそれはいいんですけど、でもなんかそんなことがあったのかって思いたくなっちゃう話ですね。そうですね。でもそれ調べなかったの。でもなんか本当やってないのにみたいなのがすごくて、しかもね、その、まあ、火事ですって言ってる、言ってないのに、そのそう流れてる声が松島さんの声って面白いですよね。で、えってなって、その2人して、え、誰が喋なんで喋ってないのに喋ってんのみたいな、どこから流れてんのみたいな感じなんですよ。2人して格もね下がってるしみたいな、って実際ね、グラウンドにはね、避難してくる子供たちが見えたわけですよ。そうそうそう、だから本当に火事だと思って逃げなきゃってなったんですけど、
ね、そういうことがあったりとかしたんですよ。いやーでもこう真っさらな綺麗な放送室になってたってところもね、やっぱりやっぱりなんかちょっとその瞬間その日だけなんかあったんですかね、昭和62年の放送室に行ってしまってたのかなとしかちょっと考えられないような、でも すげえ話ですよすごい話をギュッとまた詰め込んでずっと怖いんだよもうっていうことがねあったんですよ。ありがとうございます。いやあの松島さんですね、今回生配信一緒にやらせていただいてね、うん、本当わかりました、めちゃめちゃ怖い話持ってます。ただこの人が忘れてるんですだまだまだありますよね。自然な会話していただけたら思い出すんで、はい、ぜひ皆さんあのチャンネル登録していただいて、まだまだ会談たくさんありますんでね、はい、あの楽しみに、はい、聞いていただきたいと思います。概要欄貼っておきますので、松島初音チャンネル。初音チャンネル。はい、初音チャンネル。最後でもじゃない。興味はさほどないみたいな。バレちゃいましたけど。あれあれあのね、もう本当に、ね。全然興味ない。いやいや、ね、バレちゃった。ね、本当にね、あのね。ね作ろう言葉みたいな。違うんです。違うんです、本当に。はい。あの、興味はありますんで。初音チャンネル、はい。はい。ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、ゲストは松島初音さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。